はい、こんばんは、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学、本日は2020年4月17日です。本日は、中学校数学教科書の第2章の文字と式の最後、3回シリーズの最後、その3をやります。等式と不等式ということです。で、これ絵文字みたいに見えるかもしれませんけど、顔文字みたいに見えるかもしれませんけど、これ不等号や等号を示す、記号です。さて、で、私の講師を務めます船橋市議で予備高校講師の朝倉と言います。よろしくお願いいたします。それでは、中学の数学全体像と、それから現在の休校期間との関係、そして私の取り組みということでご紹介させていただきますと、本来このウェブ朝倉学校は3月にいきなり学校が休校したことに伴って、なんとか数学の勉強の機会を提供しようということで、始めました。ところがその後4月まで長期化しまして、ました。で、私は市議もやってるもんですから、その当然船橋市の教育委員会とかが公的にこのような、勉強のウェブを出すべきだということを主張し続けてきて、ようやく船橋市のホームページに1本中1の、用の7分の動画が載りました。これ参考になるので見ていただいてもいいんですけど、小学校6年生 の, 体積の問題です。考えるヒントにはなると思います。ところがその今日教育委員会で確認していただきたところ、残念ながら頻度があまり高くないと。そしてなかなか中1の内容に入らないようですので、やはりここはもうこれをこの私のこの形を続けさせて、勉強のサポートにさせていただこうかなと思ってます。それで中学カリキュラム全体の流れの中での、流れを言っておきますと、中学1年生はこういう順番で物事を学んでいきます。で、中学2年生はこの中身で学んでいきますね。で、中学3年生はこの中身で学んでいきます。で、ここのところですね、ここのところが3月の休校で、ここが4月の休校に、本来休校の時期に学ぶべきだったところになります。で、ここを学校が再開されれば後でフォローして学ぶことにはなると思うんですが、本来は今の時期に学ぶべき内容ですし、学校再開されたとしても端折ってどうしても説明が不十分になるというところもありますので、ここを重視で説明していきたいと思います。すでに4回これ発信しましたが、今日でこの文字と式を終わりまして、すでに発信したこの青丸で書いた内容、すでに私の YouTube に載せてありますのでご覧いただければと思うんですが、特にここら辺を重視してこれから発信を続けていこうと思っております。よろしくお願いいたします。それでは今私たちはコロナの危機の中でこの講座を開いているわけですが、3月の16日に、この式を思いつきました。コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7になるはずだろうということで、共に頑張っていきましょう。それでは、本日は、昨日の話の続きのまとめからいきたいと思うんですが、棒を並べて横並びの正方形を作る並び方の規則性を、実際に描いた上で、やってみると、A 個正方形並べた時には 3A プラス1という式で表される結果になるということを、昨日まで何回も説明してきました。昨日までの、動画すべて YouTube にアップしてますので、ここら辺を丁寧にもう一回確認した人は、すでに発信した動画を見てみてください。それで本日はこれに加えて新しい内容に入っていくんですね。というのは、昨日の話とここまで全く一緒なんですが、ちょっとここから一つ加えます。正方形 A 個をちょうど作ることができる棒の本数を B 本とすると、これを B という名前を記号でつけるんですね。 B 本とすると A と B の数量の関係を示しなさいとなると、この昨日まで名前を与えてなかったここに B という名前が与えられますので、 B が 3A プラス1とで示されるということです。そうすると B イコール 3A、 B は 3A プラス1と同じことであるということで、イコールという数字式で結ぶんですね。これを等式と言います。等式、イコーリティですね。小学校で言うと和、1たす21は2の和に、ひらがなの和に相当するところですけど、中学以降はイコールと表現します。で、この等式イコーリティっていうんですが、これは平等の意味も、社会的な平等という意味の英語もありまして、
例えば男女平等なジェンダーイコーリティというふうに表現をしますね。そしてこの等式においてはこちらの左の辺のことを左辺レフトサイド、こっちの辺のことを右辺ライトサイドと言ってまして、これを合わせて両辺と言ってます。で B イコール 3A プラス B という表現もできるけど、 3A プラス1イコール B という表現でもいいです。それでは次に、A さんは、まあ、もう一つ等式を考えてみたいと思うんですが、 A さんは入場料1000円、乗り物1回500円のテーマパークに入り、行き乗り物に A 回乗りました。ちょっと安いですね、これ花屋敷、ディズニーランドというにも花屋敷のイメージ、浅草の花屋敷のイメージですけど、乗り物に A 回乗りました、の使ったお金 B 円を示す式はということで、B は1000円最初に払って、乗り物500円の乗り物に A 回乗りますので、B イコール1000プラス 500A になります。で、お金を払う順番からすると1000プラス 500A がいいんですが、数学では、文字を含む式を先に書く習わしになってますので、普通 B イコール 500A プラス1000というふうに、書きます。さて、新しい話ですね。同じテーマパークで5000円持った B さん、C さん、D さん、E さんが同じように遊びました。それぞれ使ったお金を5000円、日本語の問題ですよ、5000円以上以下より小さい未満より大きいで示しなさい。さて、この B さん、C さん、D さん、E さんがそれぞれ何に相当するか考えてみてください。B さんは5000円持っていってお金が余りました。じゃあ B さんが使ったお金は5000円何々でしょうか。じゃあ次、C さんは5000円持っていて遊びました。お金が余ったどうかは聞いてません。余ったかもしれないし、余らなかったかもしれないけど、ぴったりだったかもしれないけど、まあ5000円で、まあ、足りたということですね。じゃあ次、 D さんは5000円では足りず、一緒に行ったお母さんからお金を出してもらいました。どうも D さんは5000円では足りなかったということは分かってると。で E さんは自分のお金は残らなかったようですと。一緒に行ったお母さんからお金を出してもらったかどうかは本人がなかなか言わずに聞いてませんということですね。そう、どうでしょうか。これを以上以下より小さい、5000円以上5000円以下より5000円より小さい、5000円より大きいで示、まず日本語で示してみてください。YouTube 見てる人は止めて考えてみてください。じゃあ行きますね。で、B さんは5000円持っていてお金が余ったということは、5000円使わなかったんですが、5000円未満です。お金が余ったから、多分4500円とか4000円しか使わなかったんですね。謙虚な人ですね、 B さんは。5000円より小さいということです。未満という表現もします。で C さんは5000円持っていて遊びました。で5000円ぴったり使ったかもしれないし、まあ、お金が余ったか、で帰りの交通費が気になるかもしれませんけど、まあ、そのテーマパークがたまたま歩いていける範囲になったということで、まあ、帰りの交通費はいらなかったと考えてください。5000円以下ですね、はい。で D さんは5000円では足りず、一緒に行ったお母さんからお金出してもらいました。5000では足りなかったから、5500円か6000とか7000とか使っちゃったんですね。5000より大きいになります。で E さんは自分のお金は残らなかったようです。一緒に行ったお母さんから出してもらったかどうか聞いてません。だから残らなかったか、5000以上使ったことは、確かで、まあ、お母さんから0円だったら5000円ちょうどだし、まあ、2000円出してもらえば7000円使ったということですね。これ日常生活で使っている言葉です。さて、じゃあ次にこれを数式で表してみましょう。はい。さて、この、まず未満というのは、より小さいというのは、この B さんが使った 500A プラス1000が5000より小さい。この不等号でより小さいというのをこういうふうに書きます。で、5000以下というのは、このイコールでもいいから、こうイコール。で、まあ、こう下に、より小さいとイコールを付け加えるんですね。はい、そして、より大きいはこう、こっちの方が大きいというふうになります。で、これ、以上という、5000以上というのは、このイコールが含めてこうなります。で、ついでに英語も調べました。あ、で、まず、不平等という、あ、不等式というのはイコーリティですね。因というのは、否定を示す設
等時でありまして、まあ、平等ではないという意味ですね。でこの、あ、等式ではないという意味です。でこのさっきイコリティが平等のことを示したように、イニコリティというのは不平等のことを示します。さて、まず、この不平より小さいということを英語で示すと less than 5000円より小さいということです。で、以下の場合には less than は equal、まあ、より小さいか等しいかどっちかということですね。まあ、5000 or less という、5000というのは5000ですね、まあ、英語で言うと。でこれは greater than 5000 ということになります。これ more than という表現もできます。でこっちは greater than or equal to 5000 ということになりますね。5000 or more という表現もできます。それでは、あ、で中学生の皆さんはこの英語を説明しているのは、これは中学を超えるレベルの英語で、まあ、高校ぐらいで習う英語ですけど、まあ、数学と一緒に、まあ、数学の基本的な式の、うん、まあ、英語も知っておくと、実は自然に結構日常に溶け込んでる、イコールという言葉に日常に溶け込んでる言葉で、それを知っておくとそのままなんかこういう社会的に必要な、英語につながってきますから、まあ、慣れてくださいということです。はい、それでは本日は中身としては大体以上の話でありまして、最後に一つだけ問題があります。千葉県公立高校入試の数学の2014年の後期の問題、絶対値が4以下、今日のテーマで以下という言葉が出てきましたね。以下の整数はいくつあるか、その個数を、次の A から A のうちから一つ選び符号で答えなさいということです。さて4個でしょうか、5個でしょうか、7個でしょうか、9個でしょうか。はい、YouTube 見たい人は止めて考えてみてください。それでは答えいきます。答えは9個です。というのは、以下というのは、絶対値というのはその0から離れた数字で、マイナス4も絶対値4で、プラス4も絶対値4です。でそれより以下ですから、マイナス3とか、まあ、3とかマイナス2とか2とか1マイナス1とか1も含めで、0も整数の一種ですので、これ全部数えると9個になります。9個です。でもし同じような問題で絶対値が4より小さいという表現をされていたら、7個になります。というのは、より小さいの時にはマイナス4を含まないからですね。マイナス4とプラス4を含まないからです。でこれ高校に行って学ぶんですが、含まない時には数直線に含まないところはこう白丸をするんですね。で含む時にはこう、塗りつぶす丸を点を打って、含まないときには塗りつぶさない形で、まあ、ここは含まれませんよということを しますので、まあ、本日のテーマである以下とより小さいというのは、こういうふうに、微妙にずれるということですね、ということです。はい、それではご清聴ありがとうございました。明日から、中学1年生の第3章方程式の話に入っていきます。それではご清聴ありがとうございました。